い、今日はですね、冬のバラの管理方法について、聞きに、バラ園にやってきました。教えていただくのは広島バラ園の高白社長です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。広島バラ園ではどんな品種を栽培されているんですか？はい、大輪の木立性のものや中輪木立性のもの、つるバラ、ミニバラも含めて、その他背の高いところで接ぎ木をした、高継ぎ、かさ仕立ての苗など、いろんなものを取り揃えています。やっぱり冬のバラの管理っていうのはものすごく大事と聞くんですけれども、剪定、それからつるバラの誘引、その他植え替え、鉢植えの場合は新しい土に植え替えてやるっていうことで、また不足してしまうような有機質を補う、地植えの場合も有機質の資材を寒肥として入れてやって、次の春きれいに咲くように備えます。我が家で大切に育ててきたつもりのですね、バラをですね、バラ園に持ってきました。社長、管理の状態はいかがですか？まずパッと見てこの白いつぶつぶがたくさん木の表面についてますね。これが貝殻虫という虫で、これがたくさんついてることによって木が弱っています。社長、この貝殻虫はですね、どう対処をしたらよろしいんでしょうか？はい、今日は秘密兵器でもないんですけど、こういうものを持ってきました。歯ブラシですか？歯ブラシです。社長、これは歯磨きの要領でゴシゴシすればいいんですか？そうですね。なんか白い粉のようなものが飛んでますけれども、貝殻虫の殻が取れてる、取れて中の虫ごと取れてますね。こういう細かいところにもついてますんで、丁寧に取らないとまたすぐ増えちゃいます。冬の剪定は、だいたい株丈を3分の1ぐらいの高さに縮めます。で、そのどこで切るかを選ぶのは芽の向きと見るんです。バラは長が優先と言いまして、上の方にある芽が、優先的に出てくるんですね。ですから、切ったところ、剪定したところのすぐ下の芽が出てくると考えていいわけです。ここで切ったらこの芽が出てきて、こっち側に枝が張ると。で、ここで切るとこっち側に芽が出てきて、こっち側に張る。で、この下にも芽がありまして、ここで切るとこっち側に出てくるわけですね。で、枝が出てきて茂った時に外向きになってる方が全体の樹形も良くなるし、葉っぱに太陽光線もたくさん当たるので、木のためにいいわけです。この芽で外側に枝を出したいので、ここで切りましょう。こんな感じです。枝を切るポイントっていうのは、芽の上約1センチのところ、だいたい5ミリから1センチぐらい芽の上を残してから切るんですけれども、これが短すぎると、このせっかく残した芽が枝が枯れ込んでダメになってしまう、この切断したところからが乾いて、芽が死んでしまうことがあるんですね。それから逆に芽の上、こんな風に長く残してしまうと、この部分には樹液がいかないので確実に枯れます。枯れ、この残したところの枯れがカビを呼んだり、それから枯れ込みがだんだん来てしまうので、長く残すことは良くないですね。
それはもう細いから全部切っちゃった方がいいんですかね。多分、うん、そうですね。こっちの枝で花が咲くのでこっちはあんまり役に立たないんじゃないかと思います。この枝の元から切るとちょっと惜しいので少し残してここで切ってみましょう。やっぱり切った時の感触もぐずっとしてて柔らかいですね。この柔らかいっていうのはもうあんまりやっぱり枝として機能してないってことなんですか。そうですね、栄養が足りなくて充実してないですね。元気のいい枝は硬くて切った時にも手応えがあります。剪定が終わりました。次は植え替えですけれども、植え替えはどれぐらいな頻度で、やったらいいんでしょうか。できれば毎年、少なくても2年か3年に1回は新しい土にしてください。鉢植えで栽培している場合毎日のように水やりをするわけですけど、そうすると中の有機質が水やりのたびに流れて、出ていってしまいます。鉢底にはこういうふうに石とかそれから、鉢底ネットで、土が流れて出ないように一番植木鉢の底の部分に入っていることがほとんどですね。今回この小石はそのまま使いましょう。ですからまずこの小石をそろそろ落としてこんな風にそこに敷き詰めます。これを叩いて石を崩してだっとこうします。第3で混ぜた土を用意しといてくださって、少しこのぐらいですかね、入れておきます。これから先ほど抜いた株をこの枝の向きこんなになったりしないようにかっこよくなるように、向きを考えて周りから土を入れていきます。ある程度土を入れたら指をこう根っこの間に差し込むようにして土が根の間に入るように入れていきます。また土を入れて中に空洞ができないように丁寧に入っていきます。最後に地面にこうトントントンとすると土が沈んで
のぐらいですね。いい感じになりますね。接ぎ木した部分がちょうど地面の表面に来るぐらいがちょうどいいと思います。少し深くなっちゃいましたけど、まあ水やりしたらまたへこみますので、これであとはたっぷりの水をやります。社長、この花は放置しておくとあんまり良くないんですかね。はい、花が咲き終わったら、五枚葉 のところの付け根、その上1センチで切ります。ここです。じゃ切ってみます。切らないと逆にどうなるんですか。切らないと、上の方の、芽から貧弱な枝が出てきて、花が咲かなかったり、小さい花が咲いたりします。あとは残った、花のこの部分が、種を実らせるんですね。種っていうのは次の世代につなげる大切なものですから、バラに植物にとってはこの種が一番自分の体よりも大切なんです。ですからこっちに栄養が行ってしまって、次の枝が出てこなくなる。で、人間は次の枝を出して花をたくさん咲かせたいので、これを残しておかない方がいいわけですね。